ホーチミン最新不動産情報。どうも、大使の中川俊介です。ボビナーの挨拶はいいね。いや、来ております。こちらホテル日光サイゴン、今回紹介するんですけれども、一回さ、コロナの時に遠隔で紹介してるじゃん。めっちゃいいところやなと思って見てたんよ。改めて生で見れるってことでめっちゃ楽しみしてる。日光サイゴンさん、日本のホテルの、まあ、この部屋で住めるっていう、住まわせてもらえないかな。終わりのテンションになってるから。でも廃止だから住まわせてもらえるでしょ、もう。あれに国からの国からの、これはもう外務省かなんかに直接行ってよ。 お願いしますよ。このちょっとね、エリアを説明しますと、まあ、ベンタン市場まではあのタクシーで10分ぐらいのエリアとなってます。で、ベンタン市場まで10分ぐらいかかるんですが、まあ、こちらのねシャトルバスもあるんですよ。これだからね、まあ、観光の方もこれをねめちゃくちゃ利用するとは思うけど、日光サイゴンから弁天市場とか高島屋とか統一街道ね、教会、劇場、市民劇場かでまた戻ってくるという、そのこういったシャトルバス1日に7本もありますんで、まあ、これで移動することもタダでできるという、めっちゃええやん。そして隣にはナウゾーンっていうね、まあ、モールみたいのもありますんで、そこで飲食店もたくさんあります。で、 GS25 でコンビニもあるんで、雨に濡れずに直結で行けるんですよ。そこは繋がってる、繋がってます。もうこれ繋がってるんですよ。で、あのこちら側のエリアにはですね、ローカルの飲食街もあるんで、まあ、大学も近いし、そういった安い食べ物も揃ってると。それでは中見に行ってみましょう。レッツゴー。もうすー広い、めっちゃ広いやん。俺マジでオンラインでしか見てなかったから、こんな広いと思ってなかったぞ。すごいね、さすがだね。でも高級感あるし、なんかもで、実は今日ちょっと伺ってます、あのお忍びで女優の奈緒さん来ていただいてます。奈緒さんどうぞ。よろしくお願いいたします。否定せんのかい。奈緒さんじゃないじゃないですか。なんでよろしくお願いしますってもう受け入れちゃったんですか。失礼いたしました。はい、お手で最後はい、営業担当小林と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。小林さん、今日はちょっと小林さんにいろいろ聞きながらね回っていきたいと思います。はい、入ってすぐの場所だと思うんですけれども、はい、靴箱とかってこちらどこにあるんですか。こちらに。あ、でかっ、めちゃめちゃ高い、広っ。ありがとうございます。もう鹿児島にでも入るぐらいですね、これ靴。あんな持ってる人でも知ってるの、鹿児島の靴の量。鹿児島に多分めっちゃ持ってるでしょ。そうですね。そうですね。そうですね。でも知ってるんですか。全部もう飲み込むから。そう。うわ、これは十分な広さだわ。でね、ちょっと靴箱に見えないっていうのがさ、なんかなんていうの、こうすっきりさせますもんね、部屋の雰囲気を、はい、ちゃんと見せないようにっていう。で、ここはキッチン。ありがとうございます。はい、キッチンで、はい、冷蔵庫もね、冷蔵庫、はい、一人様用で。なお、ナノ、電子レンジ、トースター、トースターもね、はい、あるし、でこっちには炊飯器もありますね。はい、はい、お皿とグラス等もご用意させていただいておりますので。いや、これこのグラスの数がちょっとびっくりした。今こんなあんまなくない、このワイングラスのさ3種類こんな、はい、ね、はい、長男、次男、三男みたいなね。そうですね。なかなかそ、あ、なかなか揃えない。ちょっと身長がね、190センチ僕あるんで、ごめんなさい、ちょっと、失礼いたします。失礼しました。で、キッチンもこう、広くね、こう L 字型の形。 L 字型？これ L 字ですよね。いや、もう それはもう L じゃないですよ、どう考えても。L 字型の
いや、L じゃないですよ、これもう。こどっちかで、コとかです。あ、コ、こっちもね、入れるとね。はいはいはい。いや、もう俺とナオさんはこれ L でやってるから。視野狭いって、それは。でやってるから。でもまあ、広いですね、ここね。はい、はい、二口ありまして。はい、包丁も。ね。はい。だからもうここに来てすぐこう調理とかもできるぐらい揃ってるってことですもんね。はい、でここで、まあ、調理したりとか、まあ、こっちでもね、はい、ちょっと広く。こちらのレバーがですね、はい、通常の水道と浄水器、はい、飲みはいただけないので、はい、飲みは別でご案内が来るので、はい、お料理する時とかに洗っていただいたり。はあ、なるほどね。はい、あ、すごい、このひとひねりでできるんだ、はいはい、こことこっちで分けてるわけですね。はぁ、い、ー、はい、飲料水は、はい、タンクをオーダーしていただいて、あ、ケケス係が、あ、なるほど。それはじゃあこう電話一本で、はい、電話1本で届けてくださる、はい、水のトラブルは確かに電話一本電話一本ですもんね、水のトラブル、はい、体操もできますよね。体操もできます。本当ですか。体操もできます。森末慎二できる？できないですよね。全部飲み込むから。そうか。そう。小林さんも、はい、あの常にいるわけですもんね。さようでございますね。日本人のスタッフ、はい、基本的には滞在しておりますので、うん、日本人のお客様にはしっかりとサポートを。そうですよね。だからもう困らないんですよ。日本語でこうお願いすることもできるから、はい、まあ、これがね、助かるというか、嬉しいですね。ダイニングテーブルが。でかマジでかい、ね、一人だとちょっと持て余すぐらいの、ね、大きさですね。はい、あのお客様呼んでいただいても、あ、この残りは可能でございます。ここも空間があるからさ、いや、これマジで広いよ。広いね。だってこれ何します、こんな広かったら。そうですね、はい、何します。いや、逆に質問されてる。いや、何するの聞かれてるから。いや、僕はもう質問ですよ。はい、そうですね、はい。いやいやいや、小林さんと今相撲しようとしてない。はい、相撲ですね。相撲ですね。相撲ですよ。相撲やりますね、じゃあ。あ、でもちょっと今業務中なんで。すいません。ちょっとだんだん離れられてるやん。お前のせいだよ。本当に相撲取りに来ないっすよ。はい。でもね、本当に広いですしね。はい、で、まあテレビもありまして。はい、でこれネットもつながってるみたいなので、はい、もうあの YouTube だったり Netflix とかも、はい、まあ、見ることができる。はい、そっか、こういうルームサービスみたいなのも。さようでございます、はい、24時間ルームサービスは対応させていただいております。あ、今あの、はい、ランチメニュー日本食も提供しております。あ、なるほど。はい、わあ、マジでちょっと腹減った時とかに連絡してすぐ持ってきてもらえるわけですもんね。疲れて帰っていらした時とかにも確かに対応が可能でございます。じゃないですか。ありがとうございます。ありがてぇ、本当にホテルと同じぐらいのサービスを受けられるってことですもんね。はい、そうですね。こちらが当ホテルの通貨も、ホテルと同じサービスですね。はい、24時間営業しております。すごい、寝れてます。24時間寝、あ、そう、あの、私以外のスタッフもおります。そんなブラックなわけないでしょ。この時代にタフマンの時代、それは知らないでしょ。多分24時間戦えますか、ビジネスマンって知ってます？存じ上げないですよね。あったんですよ、昔。はい、昔は働けだったんで。それ今はお休みを受けなかった。そうですよ、ね、勉強が切れた時とか。あ、はいはい、もう24時間の。なるほどね。はい、だからそういう困ったことありますもんね。例えばエアコンとかも、はい、こう埋め込み式ですね。そうですね、あのイオンとかがあった時とかも呼んでいただければ。そういう困ることあるのよ、住んでるとね。うわ、空気清浄機あるじゃないですか。はい、空気清浄機も完備しております。うわ、これは嬉しいわ。やっぱね、日本からこうベトナムとかに来るとなんか物の調子悪くなったなみたいな。でも調子悪いんですけど、うん、治りました。めちゃくちゃいい声。いい声やな。空気清浄機の正確な使い方じゃないから変な感じで、ね、そういうんじゃないですもんね。そうです。ここの全体ですからね。全体が綺麗だから。どう、今だって声いいでしょ。ホテルユクサイル全部屋に全部屋にあるな。すごっ。ご自身でここにいただく必要は。ねえ、窓もね、大きいですよ。そうで
ですね。ビューも大きいから広くこうね、サイゴンの街を見ることできますし、ソファーも広い。座って、まあ、座ってるだけではちょっとわからないんで、はい、寝そべることで、あ、はい、はい、広さがわからない。はい、はい、はい、せーの。ありがとうございます。すっごい息ぴったりでした。はい、チームプレーがこう、はい、多分身についてるから。確かに。だってあれですもんね、チアリーダーやられてるんですよね。はい、あの変わるんですか、そのやるときは、はい、もっとキャーみたいな。そうですね、しっかりと。でこれ、え、なんかでかっ。これなんすか。こちらが、はい、どこでもドア。どこに行けんのよ。収納スペース。はい、収納スペースです。収納スペース広いっすね。そうですね。これは、活用していただきます。で、そしてこちらが、はい、寝室でございます。ですね、まあ広いですよ、ここもね。ありがとうございます。で、こうウッド調なんでちょっとこう優しいというかね。はい、そうですね。優しいウッド調を。うん。日本人がこう好きなスタイルというかね、本当優しくこう眠ることができる。広いっすもんね、これね。これ広さ2メートル ×2 メートルのキングサイズで。キングサイズ、私大使なんですけども。キング大使。はい、私あのベトナム神奈川親善大使なんで。あ、失礼しました。まあ、キングと同等と言われてる。あ、はい、形になってますんで、これはもう本当私サイズということです。はい、ありがとうございます。あのね、窓も広いですね。そうですね。寝室の方もこんな広いってね、両方広いってあんまないもんね。これは広いわ。ありがとうございます。うん、景色もいいですし、夜景もお楽しみ、はい、ね、夜景も綺麗ですよね。寝室にもあのテレビを。あ、本当だ、はい、2台あって、こっちもだからネットに繋がってる、はい、そうでございます。いいですね。寝室の隣がウォークインクローゼット。うおー、マジですげー。ここだけで暮らせますね。その貧乏学生とかじゃないんですか。洋服めちゃめちゃ置けるし、クリーニングのサービスがございまして、それが1日に3点までアパートメントのご料金に含まれております。 あれですよね、ホテルなんであの清掃サービスもあるんですよね。ありがとうございます。週に3回清掃に入らせて、はい、その際にタオルの交換でして。あ、なるほど、はい、1人だったらもう十分すぎるサービスですもんね。続いてこちらがバスルームで、はい、バスルーム、はい、バスルームも広いですね。全室バスタブ完備しておりまして、はい、であとはお手洗いがウォシュレットも完備しております。ついてる、ウォシュレットね、完備ってなかなかないですもんね。ねえ、嬉しいですよね。激アツです。おい、激アツポイントです。ありがとうございます。激アツですってもう一歩下がられてるから。びっくりしました。びっくりしました。失礼いたします。はい、はい、でも乾燥機付きの製品、あのクリーニングサービスもあるんですけども、はい、あのお客様ご自身で洗濯いただいて乾燥機にいただくことも可能でございます。そうですね、ちょっとゴルフ行った後とかね、汗かいたの洗いたいのね、すぐできますもんね、はい、でこれも隠しているのが嬉しいね。やっぱほんとおしゃれな家って大体こう隠れてますもんね。生活感はそう出さないようにね。風呂もさ、バスタブがあるから、本当日本スタイルですよ。ここにトイレがあったりとかじゃなく、ここにシャワーじゃなくですもんね、はい、完全に分離されてるっていうのってなかなかね、はい、ないスタイル。これは嬉しいですよ。僕住んでいいですか。もちろんでございます。ただでいいですか。ただはちょっとそんな家ない。ただで住める家。はい、はい、で、他の施設みたいなのは何があるんでしょうか。はい、はい、アパートメントのご住居者さんで、はい、プールとジム、サウナと浴場施設が、へえ、はい、そんなたくさんあるんだ。はい、ちょっとじゃあ見に行ってみましょう。はい、はい、ちょっと行こう。はい、日本の食べ物めっちゃあるやん。見て、そばありますぜ。ちょっとそば、いやひじきあってさ、
春菊、わかめサラダだけもう和食よね。和食がめちゃめちゃ食べれる。いやこれだし茶漬けとかもさ置いてて、マジで飲みすぎた次の日最高じゃない。こんなこんなのあったら、ここまでのクオリティのある朝食なかなかない。日系ならではよね。やっぱ味噌汁普通ないでしょ。肉じゃがありますやん。結構人気やん。でチキンカレー、うわこれもなんか日式じゃない。このちょっととろみがついたさカレーもマジで充実しすぎ。ダダーン、来ました、ザ日本風セット。日本食こんな品数多い？てか日本食以外の数も半端なくない？聞くところによると大使が来たぞって言っていっぱい揃えてくれたらしい。違う、え違う違う違う、毎日こんだけの種類置いてます。いや毎日これやばない？これを体験できるホテルに暮らせるって何なん？早速いただいてみます。いただきます。まずじゃあお味噌汁、ちょっと日本帰りなんで厳しくいきますよ。日本戻りました。おいしい、マジでしっかり出汁の取れたお味噌汁。もうなんでかってさ、やっぱ日本人のシェフの方がいるから、だからもうクオリティ担保できるわけよ。出汁茶漬けね、まあ昨日もやっぱ飲んでるし、このうまい。え、そばってそんな簡単に出してる？他のホテルとかって。バイキングでね、なかなか見らんけどね。うん、うわおいしい。で、出来たてのクレープ、これもいえー、生地もあったかくてさマジ最高やで、これ。いやで、この朝食がさここに住んだら50%オフで食べれるんですよ。最高や。激安です。で、まあその1ヶ月ね何回食べるとかも決めれることできるし、それを家賃にこうインクルードすることもできるっていう、まあいろんな契約の仕方あるみたいなんで、すごいね。ここまでのサービスをやっていただけるってマジで日系さんならではのサービスです。この朝食だけのために家住むの決めてもいいと思います。さあこちらビジネスラウンジです。すごいね、おしゃれだし、ここで仕事もできるよ。テレワークやったりさ、ミーティングやったりとか、わざわざ借りなくていいんだから、ここでできるのが最高やね。こちらはスパなんですけれども、まあね、スパは有料でかかるんですが、奥のサウナとかみたいなところは無料でできるということで、プールとかさっきのジムとかのねところに、まあ、ドリンク飲めたりとかするんだけど、そういうサービスも全部 20% オフらしいよ。マッサージも 20% オフ、住んでる人 20% オフ、まあ、最強よ。住んだ方がええやろ。いやいや、お前だけ戻ってきたみたいになってるから。もう一回やります。はい、せーの、はい、戻ってきました。はい、いや、すごかったですね。ありがとうございます。マジですごい。もう朝食マジびっくりした。やばい。アパートメントの59室様はねえ、朝食 50% オフでねえ。はい、というわけでもう全部見せていただきましたけれども、他の部屋のタイプもあるんですもんね。ありがとうございます。同じあのワンベッドルームタイプのお部屋が、はい、もう少し小さめのお部屋をご用意しています。で、まあ、2ベッド、3ベッドとかも、はい、まあ、あるんですけど、今ちょっと空きがないというね。そうですね、空きがない可能なのがワンベッドルームでございます。いや、でもこれはマジ単身者とかマジで最高のクオリティなんじゃない、これは。会社で車を持ってる方とかね、送迎ある方とかは、
ここに止めれるんでしたっけ。ありがとうございます。あのお車1台と、うん、ドライバー様用の、バイクの駐車場ですね。1台ずつお部屋料金に含まれております。なるほど、マジでいいっすね。ありがとうございます。あの家賃の方はですね、まあ、部屋によっても違いますし、で変動もするので、まあ、サービスによってまあ変わってくるとかもありますんで、ぜひもう問い合わせしてください。もうよろしくお願いします。下の方に詳細の方に、まあ、エラーセットさんだったり日光ホテルサイゴンさんだったり、あの詳細の方に貼ってありますので、そちらで問い合わせしてみて、ぜひ調べて内覧の方ね、はい、来ていただいて決めてみてください。はい、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。